株式会社東日本大震災事業者再生支援機構は東日本大震災で被災した事業者の再生を支援することを目的として設立された株式会社株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法を根拠とし2012年2月22日に設立され3月5日に業務を開始した 2011年3月11日に発生した東日本大震災では多くの企業が津波や警戒区域設定に伴う避難によって大きな被害を受けた。これらの企業のうち特に中小企業の売った課題債務を解消し事業の再開、継続を支援することを目的として当機構が設置された。政府が預金保険機構と農水産業、 共同組合貯金保険機構に、それぞれ186.8億円、13.2億円を出資し、両機構と他の民間企業、地方自治体が出資を行って、当機構が設立される。また、市場からの資金調達に対しては5000億円の政府保障がつく。当機構は、中小事業者が金融機関に対して被災前から追っていた、旧債務を買い取り、 その債務の支払い繰り述べ、一部免除等を行い、金融機関が事業者に対し事業再開のための新たな融資を行うための環境を整える。さらに、機構は対象事業者に対する出資、債務保障、つなぎ融資、経営指導等も行い、円滑な事業再開を支援する。支援の対象は、政令の指定する市町村に所在する小規模事業者、 農林水産事業者、医療福祉事業者等であり、第三セクターや大企業は対象外。経済産業省は、外局の中小企業庁を通じて、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の各県に、県、地域金融機関及び中小企業基盤整備機構等との共同出資により、以下の5つの産業復興機構を設立し、 二重ローン問題の支援を行っている。しかし、2012年2月14日の報道では、同日までの買い取り件数は2件であり、両機構の住み分けも問題点として指摘されている。政府はいずれも、被災事業者の二重債務問題に関し、債権の買い取り等を通じて、事業の再生を支援する機関であり、一体となって支援に取り組んでいきたいとしている。 東日本大震災事業者再生支援機構は、資本金5億円未満の事業者、及び従業員1000人未満の事業者に限定し、産業復興機構と役割を分担する。ありがとうございます。